毎日ブログ生活1132日目。昨日のブログの続きで濡れと端くについて正しくお話しします。感動とは苦労して苦労して乗り越えたところにある。久留米でボンドを専門に販売している末新こと末安新次です。エースボンドの行動指針、エースボンドは人としての道を実践する。1父母に功用を尽くす。2生きとし生けるものに感謝。3社会の規則を守り務めを果たす。4自身の体調を管理し家族円満に努める。今日も張り切ってお願いします。今日のお題は、濡れと弾くとは何ぞや。昨日のブログでパスカルの原理をお話ししました。生卵を思いっきり握りつぶしても潰れない、これ本当の話でした。その中で紹介したのが濡れと弾く。今日はこの濡れと弾くについて深掘りしたいと思います。濡れとは接着性を予測する上で重要な指標です。濡れにくく弾きやすい被着体、接着する物体は接着性能が低下する傾向にあります。濡れと弾くを正しく理解して対処方法を身につけておきましょう。濡れ性とは被着体、被着する物体の表面に対する液体の付着しやすさを表す性質です。濡れにくい、接触角が大きい。濡れやすい、接触角が小さい。濡れにくい、接着しにくい、つきにくい。濡れやすい、接着しやすい、つきやすい。濡れ性をチェックすることで接着のしやすさを測ることができます。よく洗浄された清浄なガラスの表面は水によく濡れ、接着もしやすいのです。フッ素コーティングやシリコンコーティングなどの処理をされた表面は水を弾き接着しにくいです。接触角が大きければ濡れ性が高い、イコールつきにくい。接触角が小さければ濡れ性が低い、イコールつきやすい。水を垂らすとよくわかりますよね。玉になるか浸透するかで接着のしやすさがわかるのです。特に PP、ポリプロピレンなど濡れ性が高くつきにくいやつでは、この PP に対してつきやすくするにはどうしたらいいのか。常識を覆す画期的な表面回数処理システム、そんなのがあるのか。実はあるんです。ソフト99フレームボンド。フレームボンドは特殊回数材である。有機液体金属を配合した燃焼塩を被着体、被着する物体の表面に吹きつけることで浸水性の高いケイ素膜をナノレベルで形成します。その回質、いわゆる表面の質を変えることによって濡れ性を低くして接着性を大幅に向上させます。今までつきにくいと言われていた PP ポリプロピレン、 PE ポリエチレン、ステンレス、アルミ等のメタル素材、ガラス系素材や木材系素材、ゴム系素材に至るまで、一般的には接着や塗装、コーティング剤が密着しないと言われる素材への表面処理が可能となりました。ぜひとも諦めずに挑戦してみてください。くっつく方法は必ずある。今日の一品です。美味しい卵は卵かけご飯が一番。シンプルにうまい。ではまた。末新でした。